趣味で中華ガジェットを研究している小原でございます。今日はですね、オッポのファインドシリーズ、まあこれっていうわけではないんですけれども、ファインドシリーズが、まあ、日本で投入されますよというアナウンスというか、あの言葉がですね、あのオッポの担当者の方からありましたよというのがありました、まあ、なんで今回はこのファインド X7 ウルトラを例に、まあ、主にこのレビューではありますが、なんかオッポの良さとか、あとはまあ日本に投入した際にこう期待することみたいなのをお話ししようかなと思っております。じゃあこの日本投入確定ってどういうことですかと言いますとですね、あの IIJ のなんかイベントみたいなものがあったんですね。 IIJ といったあの大手の MVNO、 いわゆる格安 SIM なんですけれども、まあ、そこのイベントで、あのいろんなメーカーが展示したりとか、あと一部メーカーの担当者の方が来てですね、パネルディスカッション的なものをやったといったイベントがありました。でそこでですね、まあ、ちょろっとあの OPPO の担当の方がですね、あのファインドシリーズ、あの年内に国内で出しますみたいなお話があったというのが今回のものですね、まあ、なのでメーカーのなんていうんですか、プレスリリースとか、あのメーカーのホームページとかでこう正式にいついつ発売みたいな感じであったわけではないんですけれども、まあ、実際にこうオフィシャルな場でですね、あのメーカーの担当者があのそういうお話があったということで、まあ、これはねほぼほぼ確定というふうに考えていいんじゃないかなというふうに思います。でですね、じゃあファインドシリーズが何が出るのかという話ですよね。まあこれは当然、まあ最終的にはわからないです。ただ現状の状態をお話ししますと、まずファインドシリーズって何があるかと言いますと、 X と N がございます。 N は折りたたみで、 X に関してはもういわゆるフラグシップみたいなものとなっております。でファインド X7 シリーズに関しては、例えばウルトラとかありますけれども、基本的に中国版しかありませんから、今出て、まあそうですね、数ヶ月前に出たファインド X7 がそのまま日本に出る可能性は、まあ、低いのではないかというふうに思いますね。まあ発売から時間も結構経っちゃってますから、そのタイミングで出すのもっていうのもあるかもしれません。となると、まあ、ファインド X8 とか、まあ、新しいものか、もしくはファインド N シリーズになってくるんじゃないかなと思います。まあ今までハイエンドモデル出てなくて、いきなり折りたたみ出すかっていうのもちょっとわかんないんですけれども、まあ今現状はそういった状況と、なっております。まあここで今回、まあ、予測みたいなのはもうしません。もうそれはね、あのオッポさんが決めることですから、決めるというかもう決まってるのか、実はもう内側では決まってるのかもしれないですけど、まあその発表を待つっていう方が、まあユーザーとしては健全なんじゃないかなと思います。ただ現状としてはそんな感じですよと。はい、もしかしたらそういったな予想みたいなのを期待してた人もいるかもしれませんが、まあ、ファインド X7 ウルトラを例に、まあ、OPPO どんなところいいのっていうのをお話しようかなと思っております。じゃあ、まずカメラですよね。まあ、ファインド X7 シリーズの特徴で言いますとですね、あのデュアルペリスコープを積んでおりますよということでございます。デュアルペリスコープといってもですね、まあ、レンズの構成に関しては一般的なスマホのフラグシップのものと近いのかなと思います。中望遠と望遠がありますよと、3倍と6倍のペリスコープを積んでますよといった感じでございます。まあ、ただ、ペリスコープ積んでるっていうところは一つメリットというか、まあ特徴になるんじゃないかなと思います。そしてまあ個人的にいいなと思うのがですね、まあエモさとですね、まあいわゆるそういう写真映えするような両頭使いができるっていうところがいいんじゃないかなと思います。エモさで言うとシャオミ14ウルトラが一番でですね、そのなんかパキッとこう映えるみたいな感じだとビボがいいっていうところがあるかと、まあファーウェイとかオナーとかその派生していろいろあると思うんですけれども、っていう感じになってくるかと思います。でその中間をいく非常にこう潰しの効いてバランスのいいのがOPPOと、いった感じかなと思っております。ということでちょっと作例をお見せしていこうかと思います。じゃあまず望遠性能のところからいきます。まあこれ普通に望遠で撮ったんですけど、30倍とか40倍で撮ったこの飛行機の写真でございます。でこれね、あの空港の上からとかじゃなく、空港のとかからでも撮ったわけじゃなくて、新宿で撮りましたよと。まあ、なんで普通にあのその辺に飛んでる飛行機倍率でゴリゴリに上げてですね、撮るとこんな感じで綺麗に撮れちゃいますよといったお話でございます。まあ、いいのがですね、マスターモードというものがこの OPPO にはございますよというのがあって、そこでオートとプロというものがあります。でプロに関してはあのいわゆるプロモードでいろいろカスタマイズできるやつですね、露出とかシャッタースピードとか ISO 感度とか、指定できるやつなんですが、そこのまず最初に出てくるオートというものがあります。でこれを撮るとこんな感じでなんかビネットを効かせたりとかね、あのいい感じ あのおしゃれな写真が撮れるんじゃないかなと思いますね。あとこちらの写真もそんな感じ、物撮りもねなかなかいい感じに撮ることができます。そしてこちらが夜景で撮った時ですね、まあ、これもなかなかねあのいい感じに撮れてるんじゃないかなと思います。非常に潰しの効く、シャオミとかちょっと暗くなりすぎちゃったりみたいなのがあるんですけれども、まあ、夜景もバッチリ抑えてくれますよと。あとこちらもで、あこちらは再びあのマスターモードで撮ったやつなんですけれども、あのマスターモードかける夜景っていう撮り方もできるかなと
いった感じですね。あとエモさのところで言いますと、ハッセルブラッドですね。このハッセルブラッド、OPPO に関しては提携しておりますので、フィルターはこんな感じで使うことができます。で、これで遊んでやるっていうのもなかなかいいんじゃないかなと思いますね。まあ、あとこれちょっと私は現状使えてないんですけれども、先ほどのマスターのところでプロというところに行くと、上のところでですね、ローか JPEG かみたいな選べるんですけど、そこのローマックスにしてやって、で、まあ、いろいろ設定とかいじってやってやると、本当にカメラみたいな感じで撮ることができますので、まあ、そういった楽しさもあります。はい、で次ちょっとじゃあ vivo と、シャオミですね。まあ、シャオミもしじゃあこういったフラッグシップ級のスマホが、OPPO から出てくるってなると、国内展開されているものだと、まあ、シャオミが、ライバルになってくるかと思いますが、こちらでちょっとやっていきたいと思います。で、例えばお食事の写真なんかも、まあ、OPPO が基本的にはバランスよく撮れてるんじゃないかなと思いますね。はい。シャオミに関しては、こう渋くなりすぎで、vivo も、まあこれ設定の問題もあると思うんですけれども、ちょっとうまく撮れない感じになることがあります。ちょっと vivo に関しては感触より、ちょっと若干ピクセルライクな感じになることが多いのかなとは思います。まあ、vivo に関してはお食事モードみたいな、食事モードがありますので、そこで撮ってやるみたいなのも一応あるんですけれども、パッと撮った時に、まあ一番いい感じに撮れるのは OPPO になるんじゃないかなと思います。まあ、若干ちょっと赤くしすぎかなっていうのはありますけれどもね。そしてこちらの餃子に関しても、まあ OPPO が一番いいんじゃないですかね。ちょっとシャオミとビブに関しては焦げ目のその黒みたいなところ若干強調しすぎな感じがあります。まあこれはもちろん好みの差かとは思いますけど、ここからそんなに伝わらないかもしれないですが、OPPO に関してはですね、ファインド X7 ウルトラは3倍のテレマクロですね、これ積んでおりません。まあ、なんでそういった関係です。ちょっとそのボケ感みたいなものはファインド X7 ウルトラいまいちなのかな、シャオミとかビボと比べていまいちなのかなというのは一応あります。では続いて動物ですね。これもパッと撮った時はいい感じにオッポが撮れるんじゃないかなと思いますね。はい、ここの目で見た感じですね。ちょっとビボは何ですか、赤っぽく、なっちゃっておりまして、シャオミは逆にシックに渋くなりすぎというところで、オッポがね、一番この毛の感じとかバランス取れてるんじゃないかなと思います。で、続いてこの、犬の写真ですけれども、まあ、こちらもですね、ちょっとシャオミに関しては暗い部分をこうはっきりと表現しすぎなところがあって、動物って意味ではちょっと違和感あるかなと。で、ちょっとビボの写真をご用意してないの申し訳ないんですけれども、OPPO に関しては普通の本当に目で見た感じに近いといった印象でございます。では、続いて夜景ですね。まあ、これね、映え度で言えば普通にもビボの方がいいかと思いますけれども、まあ、堅実にこの、OPPO に関してはいい感じに撮れてるんじゃないかなと、思いますね。はい。まあ、それにしてもビボのこの映え度はすごいですよね。で、逆にシャオミはこう夜景に関してはちょっと暗く、撮る傾向があるので、ちょっとこうモロ刃の剣な感じはありますけれども、まあ、OPPO に関しては、バランス取れてるかなといったところですね。で、続いて望遠ですね。望遠も、これもなんか、パッと見のインパクトはですね、vivo がすごいんですけれども、しっかりとこういい感じに撮れてるかなといったところです。で、こちらの例えば15倍ですね、撮ってみますと、まあ、これもその映え度っていう意味では vivo が一番かもしれないですね。で、こんな感じ、30倍にしてみますと、まあ、パッと見はこれ、vivo の方がいいんですけれども、これちょっとピント合わせの問題もあるかもしれないですね。なんですか、東京タワーのこのタワーのなんか電波出す部分ですかね、構造物みたいなところに、こう、OPPO に関してはピントがしっかり当たってるわけなんですけども、このくっきり感なかなかすごいんじゃないかなと思います。ただなんかこれ以外の写真もそうなんですけど、望遠で撮った時に OPPO はなんかその細かい構造物みたいなところにピントを当てる傾向があるのかもしれません。そういう意味でやっぱりそのパッと見でいい感じに撮れるっていうのは vivo の方が軍配が上がるのかなといったところですね。はい、ではこちらの写真も同様でございます。はい、これまあ vivo のレビュー動画でも見せた写真なんですけど、これシャオミミスっておりますが、まあ、vivo と OPPO に関しては安定していい色味になってるんじゃないかなといったところです。まあ、あと、OPPO 気になったのがですね、ちょっと普通の昼間の写真撮るときですね、これ望遠も、メインもそうなんですけれども、なんかやたら露出をこう明るく持っていく傾向にあるのかもしれないですね。まあ、こちらのなんかデニムを干してるんですけれども、ちょっと明るすぎて違和感があると。っていうのが、他の写真でも、まあ、ちょこちょこ見られたかなといった感じですね。では、続いて動画ですが、まあ、基本的に動画も、まあまあいいんじゃないかなと思う。ちょっと明るすぎてですね、白飛びが目立っちゃったりみたいのがあるかなといったところですね。なんか iPhone ライクな、OPPO に関してはそういったテイストとなっております。撮りにはぴったりな、画角となっております。でね、プレミアム見る限りだと、ちょっとシャオミは暗めに映っております。一方の OPPO はなんか iPhone ライクですよね。ちょっと明るいんだけれども、まあ、プレビュー見る限りだとちょっと白っぽいような感じとなっちゃってますね。まあ、そういう意味で vivo は比較的まあバランスは取れてるかなといったところです。
はい、標準レンズですね。今気づきましたけど、このなんていうんですかね、画角非常に映えますね。いい感じなんじゃないでしょうか。この渋谷のなんていうんですか、道玄坂のちょっとガチャガチャしたエリア、あの百軒棚とかあるところです。もうとにかくいろんなあの飲食店とかがあのめちゃめちゃあるみたいな、そういう感じですね。手ぶれの感じはいかがでしょうか。まあね、これ実際動画は特にビーボとかに関してはあの手ぶれ補正モードみたいなものが別で用意されておりますので、まあ、それをどうするかとか、まあ、シャオミもいろんなあの動画の撮影モードあるので、ちょっとそれによって変わってきます。ただ この動画に関してはあの全くオリジナルというか、あの設定を特にせずに撮っているといった感じでございます。あと最後カメラに関して言いますとですね、 OPPO はあの可変絞りがついてないというところがあのあれになってきますが、まあなんか Xiaomi の14ウルトラも可変絞りの効きがあんまり良くなくてですね、欲しい時にあの絞ってくれないみたいなところがありますので、まあそこまで大きな差にはならないんじゃないかなと思います。まあ個人的にやっぱテレマクロがないっていうのは惜しいポイントかなといったところですね。では続いてそれ以外のソフトウェア面ですね、お話していこうかなと思います。やっぱソフトウェア定評ある OPPO ということですね。まあ Vivo とか Xiaomi とか Huawei とかも素晴らしいんですけれども、まあ負けず劣らずのあのいい感じのものとなっております。まあ例えばですね、スマートサイドバーというものを出してやりますと、あの文字起こしをすることができます。でこれまあピクセルも当然そういった機能あるかと思うんですけれども、あのなんかこういった形ですね、あのポップアップでなんか出すことができるんですよね。はい、わかりますか、こんな感じで。中国語に翻訳したりとか言語に関しても選ぶことができます。で文字起こしをこの何の言語に翻訳するかというところ、現状のこの OPPO の中国版だとですね、おそらく中国語に落とすということしかできないみたいです。その認識する言語に関してはいろんな言語、日本も選べるんですけれども、翻訳に関してがその to 中国語しかできないというのがまあ少し残念かなとは思います。ただ文字起こしに関してはですね、バッチリと、はい、いい感じにしてくれますし、こんな感じでポップアップでアプリケーション出してくれますので、なんかそれをコピーしたりとか、はい、そんな感じでなかなか使いやすいんじゃないかなと思いますね。でこのポップアップからこの分割画面に移動したりとか、そういうのもシームレスに切り替えることができちゃいます。はい、こんな感じ。どうですかね。いい感じなんじゃないかなと。思います。まあ、これ理想としてはやっぱりね、あの翻訳で to 日本語にできるとですね、あの例えば我々だとですね、あの中国系のメーカーの製品発表会とかをですね、もう瞬時に文字に落とすみたいなのができちゃいますので、あのいいのかなと思いますね。あとは OPPO 独自の機能といえばですね、まあ、これ日本版の OPPO にも実はある機能であるんですけれども、あのファイルドックという機能がございます。こんな感じで例えば写真を切り抜いたりしますと、ファイルドックという感じでですね、あのクリップボードとかでコピーしたまあ写真なりファイルなりをね、置く場所みたいのが用意することができます。で消したりする感じですね。まあ、これファーウェイにもまあ割と近しいような機能はあったかと思うんですけれども、まあ、直感的にね、そのコピペの内容を管理できるっていう意味であの使いやすいんじゃないかなと思います。そして今やりましたが、切り抜きに関してもこれちょっとはっきりとした切り抜きじゃないんで、あのこんな感じになっちゃってますけれども、あの長押しするだけで切り抜きすることができますので、いいんじゃないかなと思いますね。まあ、Xiaomi とか Vivo とかだとですね、なんかいろいろ操作をかましたりとかで、 Xiaomi に関してはちょっと精度がいまいちというのがありますので、まあ、そういう意味で OPPO 使いやすかったりもしますね。はい、こんな感じ。あとはこれ Find X7 シリーズだけかもしれないですが、スライダーというものがついています。まあこれあれですね、あの昔の iPhone に今もついてるんでしたっけ、忘れましたけど、あ今あ15シリーズついてないのか、あのカチッとやってマナーモードとかを切り替えたりする機能がございます。まあ、個人的にはこれスライダー3段階あるんですけれども、なんかカスタマイズできた方が面白いのかなと思いますね。現状だと何ですかね、1回スライドするとバイブありのモード、そしてこう最後やるとですね、この VIP モードというガチガチになんか基本的な機能しか使えないみたいなモードがありますので、まあでも VIP モードあんま使えませんから、そういう意味でなんかそのカスタマイズできた方がいいのかなと思いました。でその他の点ちょっといろいろお話ししていきたいんですが、まず充電速度ですね、これ規格上は 100W となっておりまして、普通に充電すると35分ほどかかりました。まあ、おそらくこれはあのスマート急速充電というモードがありますので、これをオンにするともうちょい早くなるのかなとは思います。そして次気になったのがですね、バッテリー持ちが私の個体だとあんまり良くないんですよね。例えばこんな感じ、 Vivo と比べますと、あの 100% の状態から7、8時間 YouTube を垂れ流してましたよとなった時に、今 OPPO に関しては 43% で、 Vivo に関しては 63% と
という感じになってるんですね。で、シャオミはだいたいこの中間ぐらいの、持ちだったんで、ちょっともしかしたら私の答えがなんか、調子悪いのかもしれないですけど、バッテリー持ちがいまいちという問題が発生しております。まあ、あとはですね、ペリスコープ2つ積んでるということもあって、ちょっとね、先端が重いような感じがします。もしかしたら、これ感覚の問題かもしれないですけど、Vivo とか Xiaomi とかと比べて先端が重くて、こう若干、なんていうんですか、引っ張られるような感じがあって、操作性が若干劣るかなというのがありますので、まあ、そこは少し、まあ、マイナスポイントにはなるのかなといったところです。でね、まあ、これ中国版だからっていうこともあるかもしれないんですが、若干この Oppo の Find X7 とはなんか、相性の悪いアプリが多々ございます。で、例えば今外部マイクで、今までの動画も、Xiaomi 14 Ultra の外部マイクで、別で買ってですね、つけてるんですけれども、Find X7 Ultra に関しては若干この外部アプリを連携するアプリみたいなのと、相性が悪くてうまく録音できてなかったりとか、普通に本体のマイク使っちゃってたりみたいなことが、まああったんですね。まあそういう意味で、まあその他もですね、ちょっとそのアプリの相性みたいなところは課題になってくるかもしれないと。いったところですね。まあ、ただこれは別に中国版での話なんで、まあ、日本で今後ね、Find X シリーズが、Find シリーズね、が展開されるってなったら、まあ、そんなに関係ない問題とは思いますけども、一応お話をしておきます。まあ、あとお値段ですよね。まあ、これはもう今回のその趣旨通りでいくと、日本版がどうなるかっていうのは本当に何とも言えない。そもそも端末もわからないですから何とも言えないんですけれども、まあ、今ね、Find X7 Ultra中国版を普通に買うってなるとね、結構安く買える。下手したら10万ちょっとで買えたり、まあ、フリマアプリとか、まあ、普通のアリエクとか、ジンドのセールとかも含めてですね、結構安く買えます。で、かつカメラ性能もね、実は負けてない。Xiaomi 14 Ultra とか Vivo とかに十分負けてないっていうところを考えると、まあ、私としてはありなのかなといったところでございました。はい、そんな感じですね。まあ、で、まあ、今回の趣旨通りですね、何が出るのか予測みたいな話はあるんですけれども、まあ、本当わかんないですよね。どういう感じで出てくるのか。まあ、個人的には普通にまあ、Find X7 Ultra でもいいですけれども、そういったスマホのフラグシップみたいなものを出してくれれば、嬉しいなとは思います。ちょっと折りたたみはトリッキーすぎますし、やっぱり、Xiaomi 14 Ultra 1本だとですね、日本の中華系のフラグシップがですね、1本だとちょっと寂しいというのもあります。もし、Oppo からもそういったものが発売されれば、まあ、今後の Xiaomi とか、もう面白い製品とかいい製品出してくれるかと思います。そういった盛り上げるって意味で個人的には普通の一般的なスマホのフラッグシップ出してくれればなといったところでございます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで実際に使ってみてどうかという観点ですね、動画をお送りしようと思っております。あと、まあ、理想としてはなんかビジネス的なね、戦略も踏まえた上で、おすすめできるのかみたいなところを紹介できたらいいかなと思っております。実際できるかはちょっとわかんないですけど。はい、そんな感じで、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。